こんにちは、囲碁サンドです。今回は京阪電車1万系機関車トーマス号2015のプラレールを紹介します。トーマス号は3月7日に限定発売されたもので、囲碁サンドはトーマスタウンで買いました。まずこの箱から見ていきましょう。正面です。この部分は透明でプラレールが見えてます。裏面です。上の面です。ここに京阪電車機関車トーマス号の説明が書いてあります。京阪電車1万系機関車トーマス号2015を説明しよう。京阪電気鉄道株式会社は大阪、京都、滋賀で活躍する鉄道会社で、京阪電車として親しまれています。1万系車両は宇治線、片野線で2002年から運行を開始し、バリアフリーや環境面への配慮とさらなる快適性と安全性の向上を追求した車両です。大人気の京阪電車1万系機関車トーマス号2015は、主に枚方市駅と木佐市駅を結ぶ片野線で運転しています。2016年3月までの運行予定です。側面です。反対の側面も同じです。それでは開封します。トーマスプラレールが入ってました。プラレールの他にプラ列車カードも入ってました。注意書きも入ってました。プラレールをビニール袋から出します。おートーマス、かっこいい。一車両目にはトビー、トーマス、ヘンリー、ゲーターが書いてあります。二両目にはチャーリー、ゴードン、ジェームス、ベイビスが書いてあります。三両目にはビクター、パーシー、ヒロ、キュビが書いてあります。それでは走させてみたいと思います。電池を入れます。電池は3です。それでは電源を入れます。高
界が綺麗です。カラフルなボディカラーは目立ちます。京阪電車はトーマスのタッピングシャドウをたくさん出しています。2009年、2011年、2013年、2015年、多分2年ごとに出てると思います。ユゴサンドも本物のトーマス号乗ってみたいなー。